客様に参加していただきましてマジックをやってみましょう。ではこちらにお越しください。こちらに大きなカードを持ってきました。何枚かあります。まずはお客様にこの一番上のカード、特別なカードです。じっと見つめていただけますか。すると軽い催眠状態になります。はい、もう軽い催眠状態に入りました。ではその状態で私がカードをこれからこのようにパラ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 と弾いていきますから、お好きなところでストップと言ってください。いいですか。どこでもいいですからね。ストップ、ここでいいですね。ではこのカードをしっかり見て覚えてください。手を出していただけますか。このカード上からしっかり押さえてください。さあ、催眠状態の中で1枚のカードを選びました。ではちょっと催眠を解きましょう。もう一度見てください。はい、もう催眠が解けました。さあ、先ほどカードがたくさんありましたけども、何色のカードでした。黒。黒、完璧です。黒なんてカードはどこにもないんです。それは催眠状態の中で見てたんです。見てください、なんと全て赤いカードです。全部赤いカード、黒いカードなんて1枚もどこにもありません。選んだカードはちなみに何でした。スペードの6。スペードの6、完璧です。それも催眠状態の中で見たカードです。どうぞ選んだカードを見てください。なんとハートの6です。